はい。おはようございます。ブーツ、ブーツ、t i k t o です。明日、いよいよ健康診断です。ただ、20時以降は、う、何も食べて、飲んでいらっしていけません。はい、えー。昨日は本来であれば部落、ブラックのあの、ハノダ4地区カツオレンダー夏祭りを予定しますが、今年は新型コロナウイルスで感染拡大防止のため、感染爆発を防ぐため、3位、新型コロナウイルス、蔓延に伴い中止と発表になりました。 楽しみにしてた皆さん、本当に申し訳ございまーティンです。はい。というわけで、いきます。ケーキだけど、ビービーぐらい。今日で42回目のはずです。今日は、本来、開催予定だった山形オープンについてお話ししたいと思います。今年の山形オープンも、新型コロナウイルス感染防止のため中止を発表。そもそも山形オープンなのか、山形で開催するボーリングの大会、 公式大会と言っていいですよ。な、なお JPBA の非公式大会と言っていいです。山形出身のほか東北地方の選手もちろん出ます。もちろん大石直さん、菊池正義さんも出ます。山形ファミリーボール所属ですので、ホームです。山形ファミリーボールが本拠地の会場。東北地方のボーリング選手もいっぱいおりますけども。ちょっと紹介しきれないので、ちょっとお待ちください。 じゃあ、ちょっと言える範囲だけ言います。男性は、えっと、小形清美さんとか、高橋徹さん、あとは清水敏彦さん、黒田則夫さん、わかんない、小池弘明さん、あとは、中村聡さんとか、小塚大樹さん、えー、加藤正二さん、あとは、今出川淳さん、黒須教授さんなど、 東北地方の男性の名簿女性は井上恵子さん佐藤民さん柳内乃子さんいずれもお会いしたけども半田乃子さんとは綾子さんとはまだ初めてお会いしたことないんです秋田出身でそして菊池葵さんはい岩手出身でなお JPBA の東北は千葉の方になってますが菊池葵さんとは以前2回お会いしたことございます 東北地区研究、東北地区サーキットともう一つは、あの、ロバートリーさんのレッスン会にちょうどおりました。はい。覚えてます。菊池葵さんとはまあ縁があって本当嬉しいです。はい。その東北地方12名くらいと、えー、プロの方と、えー、まず前夜祭、あとはまあ、大会レッスン会、大会レッスン会、そして当日を迎えます。 なお、優勝した方には商品がいろいろもらえます。なお、レッスン会には商品たくさんあります。全員にはい。なお、前夜祭と大会は、A、え飛び賞、ブービー賞、もちろんございます。順位に応じて。はい。そういう感じです。はい。山形オープン、過去に出た方紹介します。西村美紀さん、姫路ああさん、多分、出てる方、川井川崎遊ちゃん、私一番大好きなボーイン選手、手足た千佳さん、 山田由紀さん、坂本嘉也さん、えー、まだまだおりますけど、桜井真理子さんなど女子プロボーダーはおります。男子は川添翔太さん、え高、ー、ゆうやさん、高橋優うさん、わかんないけど、あとはロバートリーさんももちろん来てます。えー、他にもたくさんおりますけども、 言える範囲ままででここまでにしておきたいいと思いマーティンですあ小林哲也さんあ小林よしみさんもお忘れなくはいいっぱいおりますけどもねそうですね言える範囲まではここまで言えましたけどもね山形オープン出たい方今年は残念でしたけども来年ぜひ私初めて出場に向けてこれからも挑戦を続けて頑張りマーティン というわけで山形オープンについてお伝えしました。それじゃあさよなら、バイバイ。